スホーイスマイナス -2M-88B エンジンを搭載したスマイ -2 ス,スホーイスマイナス -2 は第二次世界大戦初期に使用されたソビエト連邦の偵察機、軽爆撃機である。本機はパーベルス方位により設計された初めての機種であり、エンジンと武装に改良を加えられた型と、地上攻撃機任務用の改造型といった派生型があった。 スマイナス2936年に、ヨシフ・スターリンは多目的実践機の要求を発行した。コードネーム、イワノフという、この機は、偵察を実施してからその場の目標を攻撃する、能力を有する機体となる予定であった。パーベルス包囲は当日、ポレフ設計局で働いており、アンドレイ・トゥポレフの指導の下で、イワノフの設計を行った。アントマイナス51となった。 この機体は1937年8月25日にミハイル・クロモフの操縦で初飛行を行った。6 1 0ットの種別を増えむマイナス62、正型エンジンを搭載したアントマイナス51は高度4700メートルで時速4 0 3キロメートルの速度に達した。この性能は不十分であったが、基本設計は適切だったため、 より高出力のエンジンに換装して再試験を行うことに決まった。7 4 6ットのツマンスキー M-87、エンジン装着したアント -51 は高度5 6 0 0ルで時速4 6 8キロメートルを発揮し、BB-1 として量産されることになった。1940年に BB-1 は S-2 に解消され、 信頼性の低い M-87 エンジンは、ツマンスキー M-88 に換装された。M-88B エンジンを搭載した、軽量化された機体は試験中に、時速 512km を発揮した。スマイナスには、胴体が木製ゲタと、合板外皮のセミモノコック構造、主翼がジュラルミンと、構成構造に、ロッド操作式ハフバリの動力を持つ、 混合構造であった。操縦士と重手は 9mm 厚の装甲板で守られていた。オリン式の膠着装置はオリンも含め引き込み式であった。スマイナスには1942年に生産中止となるまでに910機が生産されたが、大祖国戦争が始まる頃には時代遅れな不満足な機体となっていた。実戦ではドイツ軍に対して222機ほどの損耗という、 甚大な被害を出し、1942年からは、第一戦から引き上げられて、イリューシンイルマイナスに、ペトリャコーフポリエチレンマイナスに、スポレフツマイナスに爆撃機といった機体に代替された。スマイナスには、訓練や偵察任務へと転用されたが、第二次世界大戦初期の航空機の危機的な不足により、緊急戦闘機として使用された機体もあった。 スマイナス 2SHB スマイナス4出展、諸原性能武装 ABCDEFGHI、シェイブロウフ VB、エスター・コンストルーク・キサマリートフ、VSSSR、19381950GG、マシアナ・ストローニー、ISBN5 から217004770、スマイナス2、スホーイ・カンパニー・ミュージアム、 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月15日閲覧。ありがとうございます。